見どころ。菅野美穂が4年ぶりにドラマ主演。10月14日スタート、金曜、ドラマ、砂の塔、散りすぎた隣人。4年ぶりの主演作で菅野美穂が挑むのは、最強の隣人から家族を守る母親。プライド、虚栄心、嫉妬が交錯するコウビやカナタワーマンションで繰り広げられる女たちの闇。物語の鍵となるのは、世間を騒がせる連続誘拐事件。果たして、主人公は家族を守ることができるのか。女優、菅野美穂が4年ぶりの主演作に選んだこのドラマが、オリジナルサスペンスの金字塔を打ち立てる。秘密と虚飾、嘘と建前、モラルという衣で隠された人間の欲望。砂の塔、物語。主人公は平凡だが家族仲良く暮らしてきた主婦高野秋。家族で憧れのタワーマンションに引っ越し、新生活を始めた矢先、自宅でフラワーアレンジメント教室を開く佐々木由美子と出会う。高野家の上の階に住む由美子も1ヶ月前に引っ越してきたばかりといい、タワマン宿グループに馴染めなかった秋はすぐに仲良くなる。誰にも優しく上品で優雅な由美子を信じ、すっかり頼ってしまう秋だったが、由美子には周囲の誰もが予想だにできない隠された裏の顔があった。最新鋭のセキュリティに守られ、安全で清潔で子育てに最高の環境であるはずのタワーマンション。しかし実際には光り輝く塔の裏に潜むタワマン主婦たちの激しい虚栄心。強制ハロウィン、地獄のランチ、ゴミ出しにも清掃などはためには滑稽にも見える、そんな悪の強い女たちの生態を由美子は巧みに利用し、思いもよらない方法で秋を追い詰めていく。セレブ妻たちの見栄と虚飾にまみれた生活に疲弊していた秋。そんな中で連れて行かれた娘の体操教室で、彼女は昔の自分をよく知る幼なじみ宇部香小平と運命の再会を果たす。しかし実は秋にもまた宇部香との関係を隠さなければならない理由があって、一方世間を騒がす連続誘拐事件が勃発。誘拐事件の犯人像と不気味な隣人由美子との間に見え隠れする怪しい共通点があぶり出されていく。張り巡らされた伏線と謎が謎を呼ぶ急展開の連続。主人公を不気味に監視する謎の隣人、その正体は子育てをおろそかにする母親の子供ばかりを狙う連続誘拐事件の真犯人なのか。果たして秋は大切な家族を守ることができるのか。そして由美子が高野家を狙う真の理由とは。人の裏側に潜む悪意と真の家族愛を問う完全オリジナルドラマだ。